アグリッパ・ドービニエ・テオドール・アグリッパ・ドービニエは、フランスの詩人、風刺作家、歴史家、サントン中生まれ、裁判官の親に人文主義教育を受け、6歳にしてギリシア語、ラテン語、ヘブライ語を習得した。カルバンの弟子ベーズに哲学と数学を教わり、プロテスタントの信仰を叩き込まれた。1568年、新教軍に入隊した。この頃、 詩人ロンサールに感化され、詩作を始める。五百七十一年に宗教の違いから失恋し、溢れる情念を百辺からなる詩集、春に表現した。ルーブル宮殿に軟禁されていたアンリド・ナバールに百七十三年から使え、三年後ともに脱出した。ユグノー戦争の最中、な五百七十七年から五百九十年にかけて書き継いだ、長編詞。 奇想曲が代表作である。体制批判、カトリックへの憎悪、新京都の受難と最終的な勝利を主題とした七詩編からなり、バロック史の傑作と評する向きもある。1593年にアンリ4世がカトリックに改修してからは距離を置くようになる。改革派の再建に勤そしむ傍ら、新教の自由を求める新京都の闘争史を中心とした高感な歴史書。 世界史を表した。これと、並行して、風刺書、土産史殿のカトリック風残念、風刺小説、フェネスト男爵の冒険などを書いた。1620年ジュネーブに、亡命、三人称による、コラーに語る辞伝を出版した。没後、孫娘フランソワーズが、アンリ4世の孫ルイ14世と結婚した。祖父が発した、なんとの直例を、孫が、 保護にするという皮肉な運命となった。ありがとうございます。